ゆずきゆかりのわかりみサイエンス。今回は行動経済学フレーミング効果です。1981年にサイエンス誌に発表されたアジアの疾病問題という有名な実験では、2つの問題を設けて複数の学生にそれぞれどの選択肢を選ぶのかを調査しました。論文の著者は2002年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンと彼の共同研究者であったレイモス・ドベリスキーです。問題1、600人が死亡すると予想される特殊なアジア病の流行に備えて2つの対策が提案されています。あなたはどちらの対策を選択しますか？対策 A を行うと200人が助かる、対策 B を行うと3分の1の確率で600人が助かるが3分の2の確率で誰も助からない。問題2、600人が死亡すると予想される特殊なアジア病の流行に備えて2つの対策が提案されています。あなたはどちらの対策を選択しますか？対策 C を行うと400人が亡くなる、対策 D を行うと3分の1の確率で誰も死なないが3分の2の確率で600人全員が亡くなる。問題の回答結果です。問題1に対する学生の回答は、対策 A が 72%、 対策 B が 28%。 問題2に対する学生の回答は、対策 C が 22%、 対策 D が 78% だったそうよ。よく読むとわかるのですが、この2つの問題は質問の仕方が異なるだけで機会と損失は同じです。対策 A と C の内容、そして対策 B と D の内容はそれぞれ全く同じです。しかし学生の回答の比率は設問によって逆になったのです。なぜかしら。学生の回答の比率の大きさが逆転したのは、問題1では助かることに焦点を当てており、問題2では死ぬことに焦点を当てているからだというのです。人は通常利益を得る場面ではリスクを避けて確実に手に入れることを優先する傾向があるそうです。一方、損失を被る場面ではリスクを冒してでも最大限に回避することを優先する傾向があるそうです。この回答の矛盾は質問という情報の提示の枠組み、フレーミングの違いから生まれます。カーネマンとトバスキーはこの結果を踏まえて意思決定のフレーミングと利得と損失の評価関数を推定しました。フレーミングのフレームとは絵画の額縁から由来しており、対象のどこを切り取るかによって見え方が変わるということです。つまりフレーミング効果とは、物事の本質だけでなくスポットの当て方、表現方法によって印象が大きく変化することを意味します。身近なフレーミング効果の例です。天気予報 A 晴れる確率 50%、 B 雨が降る確率 50%。 あなたはどちらが外に出やすいと感じますか？手術の成功率 A 成功率 95% の手術、 B 2000人のうち100人が死亡する手術。あなたはどちらが安心して手術へ臨みやすいと感じますか？感染症数の発表 A 本日1000万人の都市で5000人の陽性が認められた、 B 本日1000万人の都市で0.05% の陽性が認められた。あなたはどちらが大きい数だと感じますか？日常生活においては、会議での報告などの際、利益を伝えるなら確実表現、損失を伝えるなら利息表現という簡単なルールを覚えておくだけで、フレーミング効果が役に立つかもしれません。上司に予算申請するとき、フレーミング効果を使ってプレゼンすると申請が通りやすくなるかもしれないね。ゆかりちゃん、わかりみ。あれ、マキちゃんが2人いる。Hello, my name is Maki. Nice to meet you. I'm glad to see you soon. はゆ、浜崎です。いつも娘のあかりちゃん、ゆかりちゃん、まきちゃんのわかりみ、ご視聴ありがとうございます。わかりみサイエンスでググってみてくださいね。たくさんの動画が出てきますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。